私はね、常々思うんですけども、昔現金の時代っていうのは預金をすると、まあおまけっていうかお礼っていうかね、利息がつきましたよね。でも今は預金金利ほとんどつきません。その代わりに出てきたのがクレジットカードです。クレジットカードは使えば使うほどポイントが貯まるんですよね。で、ポイントが利息の代わりになっていたんですよ。でも最近はクレジットカードのポイントもそんなにつきません。じゃあ今何がお得かっていうと、それはですね、例えばね、まあ、ペイペイとか楽天ペイとかいろんななんとかペイってあるじゃないですか。あれを使うとポイント還元がこれでかいんですよ。今日はね、その中の一つのお知らせが来てますんで、ちょっと読んでみましょう。こちらです。999円以下のお買い物分を抽選で全額ポイント還元。全額ですよね。999円以下の買い物をすると、10回以上ご利用すると全額ポイント、要するにタダになるって話ですよ。これ毎月実施をするのが楽天カードなんですよね。これすごくないですか。だって買い物がたまにゼロ円になったら良くないですか。で、買い物の中でも何千円何万円買う頻度よりも、多分ね、999円以下の買い物っていうのが私たち最も日常の中で多いんじゃないですかね。例えばランチを買ったら700、800円とかね、そんな感じですよ、うん、これに、2021年5月6日木曜日から2021年5月31日5月いっぱいあるわけですから、何回も使いますよね。で、エントリーはこちらってあるんで、こちらから求めなくても向こうからメールが来てね、じゃあこれ使ってくださいって来るだけですから、すごく助かるじゃないですか。参加方法ここにありますよ。まずはエントリー、楽天カードで1回99円、999円以下の買い物を10回以上利用、これすぐ行くんじゃないですか、うん、そうすると全額ポイント還元、抽選で100名様にって書いてますよね。これね、甘く見ててやらない人が多いんで、チャンスじゃないかと思うんですよ。まあこういう風な情報がね、やっぱりこう来ますんで、こういう風な情報がね、たまに来ますんで、やっぱメールボックスね、見逃せないですよね。特にこのフォルダ分けしとく、そして振り分けを設定しておくっていうのが Gmail 機能にありますから、それを使うことによってね、まあ、こうやって楽天情報、楽天カード情報をしっかりと押さえていきたいですね。まあ損しないようにこれからもいろいろと情報を見ていきたいと思います。で、楽天カードをメインに使う方ならこのメールがいるんですけども、私の場合はね、どちらかというと Yahoo の方なんですよね。ですんで PayPay 情報が来ると細かく見てるんですけども、この Yahoo 情報はね、こうやって今動画で焚き付けましたけども、私自身はやらないような気がします。で、私ね、最近ね、このアプリの中に入れてるんですよ、楽天ポイント。このウォンツっていうね、ドラッグストアのアプリがあるんですけども、ウォンツっていうね、これの中にね、この隅っこに楽天ボタンがあって、楽天ボタンを押すとこの楽天のね、バーコード出るんですよ。だからこれで楽天カードを使ったことになるんですよね。今651ポイントしか溜まってないですけどね。私は楽天あんまり使ってないんですよね。だからね、楽天カードをお使いの方とか、そのポイントやメリット、よろしかったらまたコメント欄で教えてください。それでは本日は以上です。